森春税森春税1月4日1956年9月16日は日本の家族政治家貴族院死者区議員中野町長旧三日月藩主森屋第11代当主救命は突露死者赤白寺家の4男として生まれ1900年に死者区森町長の養子となり家督を相続した1915年 京都帝国大学法科大学を卒業した。1925年、貴族院議員に選出された。1928年には、東京府豊玉郡中野町の町長に選出され、1932年に中野町が東京市に編入され消滅するまで在任した。中野町消滅後に、東京市会議員選挙に出馬し、当選。その後、議長も務めた。 1933年、長男のシュマモルが、家族石化事件で、治安維持法違反に問われて起訴されると、貴族院議員を辞職した。1943年、東京府、東京市が廃止され、東京都が設置されると、初代の東京都議会副議長に選出された。また戦後の1946年5月には再び、貴族院議員に選出され、研究会に所属し、 1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。その他、帝国産金株式会社取締役を務めた。ありがとうございます。